皆様、こんにちは。俺たちの店総員しばしばです。大河です。けいちゃんです。おっくんです。2週間ぶりの撮影です。お久しぶり。こちらエブリデイ撮ってき屋さんに来てます。やっぱりここになるよねということで、ちょっと前にですね、クレーンゲームで撮った景品100個食べる企画をやったんですけど、今回ですね、オルタナチャンネル大食い結構やってるんで、1万キロカロリー食べる。バカ野郎。今回はカロリーとクレーンゲームを合わせて、1万キロカロリー分食べきるまでこのゲーセンから帰れます。なるほどなるほど。いや楽勝っしょ。取るプロがいるから。取るプロ、食べるプロ。負けてるの。応援する、応援するプロ。中途半端なプロ。セミプロ。2チームに分かれて、取って、食べるときは車の方で。あ、みんなで食べるね。はい、食べていきましょうか。行きましょう。よし、よし、じゃあみんな行くぞ。2週間ぶり。せーの、1万キロカロリー、カロリー。調子悪い。調子が戻ってないですね。ブランクが。休みとのやめよう。ということでやっていきましょう。はいよ。チームはですね、いつも通り準備は経験で、内藤君、タイガチーム。オッケー。で、1万キロカロリー、今回かぶりなしでいこうかなと。金額は自由、時間制限も自由。はい。じゃあ行きましょう。はい。ということで、こちらの、SK チームはですね、ちょっとお菓子コーナーが多いんで、お菓子取っていこうかなと。いろいろありますね。これまず新食感鶏皮から。唐揚げ高いと思うんで、カロリー、揚げ物ですしね。そう、取っていきたいと思います。行きましょう。普通に食べたい。美味しそうね。普通にうまそう。いい攻め、いいよ。おー、めちゃくちゃ動く。これいけますね。いけますね。うん、いいですね。取ってみてカロリーがどれぐらいかもちょっと確認したい、ね、確認したい。はい、ということで3人チーム頑張っていきましょう。頑張りましょう。任せ、アマチュアに。おっくんがアマの強さ一番知ってますから。やかましいわ。じゃあまず一つ目いきますか。まず一つ目、これいっていいですか。なんせ入ってるのがラーメン。これはかなり高いでしょ。そうですね。で、これですね、レバーがないんです。ここが見て、これどうやって動かすか分かりますね。ハンドパワーって書いてある。そうなんです。これ実はですね、はい、ここにマークが出るんですよ。はい、赤外線のマークでレバーを移動させていくっていう。じゃあまずこれ挑戦していいですか。はい。あっ、アマでした。さあ取れるでしょう。1個目イエーイ。キャベツ風味鶏皮唐揚げ、カロリー確認します。1袋あたり171キロ。ちょっと開けてみますか。何袋入ってるんですか。そう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 、1袋だけだ。取っちゃいますか。いいと思います。うん、さあ、ゆず、はい、せめて取る、はい、せめて取るよ。ちか、こっち移して、こっち移して。みんなこっち見たいよ。うまくなってるね。ありがとうございます。おー、どうし、次か。落ちますよ。落ちますでしょう。はい、落ちました。もう一回見れるじゃん。いいじゃん。イケメンだな。カロリー違うとかあるのかな。あ、確かにありそう。はい、ゆず味です。ゲットです。こちらカロリー130キロカロリー。おお、ゆずの方がヘルシーなんだ。ヘルシー。まあでももう一個取っちゃいます。レモン味。そうですね、瀬戸内もいっちゃいましょう。はい、レモン味も取りました。129キロカロリー。うわ、じゃあちょっと次他の取っていきましょう。いきましょう。これがあとちょっと横に行ってくれば。なあ。ちょっと最後やってみる。いいですか。うん。お、いいよいいよ。いい。お、あー、大きく出ちゃった。かなりスムーズでしたね。ちょっと俺やってみる。お願いします。カロリー企画ですよね。はい。こちらカロリーメイト。ちょっとこれやっていきたいなと思います。はい。いや、おお、動く。動くね。カロリーどれぐらいなんだろうな。予想どれぐらい。一箱987。予想なんぼですか。500。オッケー。さあ、カロリーの方。あ、これで200カロリー。これで200。これが3箱入ってるんで600。はい、次行きましょう。行きましょう。なんでなんでなの。なんでなの。僕も一回やってみる。さあ、横に行けば。これはなかなか。俺たちまだ1個目だよね。幸先が悪いな。いや、お腹減ったわ。一回食ってます。はじめにこんな食作っちゃった。10分待ってますから。これすごいっすよね。ねえ、じゃあ KK これちょっといってください。 OK です。ただレベル2なんですよ。あ、ごめんなさい。あ、死刑。死刑。重っ。さあ、取れるか。はい、ここでしょ。はい、遠いな。俺がやる。しかもまた同じミスしてる。ほら、そんなことする気じゃないですか。いやいやいや、ここって思った1秒後だ。だ1秒後にここって思えばいいじゃん。じゃあじゃあもう最先回で簡単なの取っちゃっていいですか。おいー、すげー。取れた。取りました。やった。続きまして、はい、サバチ。ポテチはカロリー高いんじゃない。でも高い。あー、ちょっと弱かった。もう気持ちでしたね。おー。
ダサいっすよ、なんかもうサバチ取れりゃいいんだよ、取れりゃサバチいいよ、おちょっと斜めに、そうなんす、グッドゲット、グッドゲット、グッドゲット。これでいくらなのかっていうのはちょっと気になりますね。まず、はい、カレー味、はい、207キロカロリー、カップヌードル163キロカロリー、シーフード167キロカロリー。はい、じゃあ次行きましょう。行きましょう。じゃあまずはドライカレーから行きたいと思います。奥もクレーンゲームまだプロかアマか分かんないですから、ね。確かに。カメラ外でうなだれの男ですからね、こういうの。やりたくないっつって。いい。こうです。いいよ。え？こんなことある？ガッチリキャッチ。ガッチリキャッチ。いいね。うまい。ありがとうございます。ということで、ドライカレーゲットしました。あ、いいじゃん。え？え？オッくんさ。あ、すごい。ビリヤニでーす。プロに一番近いかもしれない。ということで、カロリー高いチョコとかピーナッツ系もね、地味に高いと思うんですよ。確かに高いですね。で、俺これ大好きなんです。チョコボールの中身、まあおつまみ的な商品なんですけど、美味しいのよ。だからバターの絵とかも書いてあるし、カロリー高そう。高そうで、しかもこれレベル1なんですよ。あ、いいですね。これ見てください。今がチャンス。何ですかこれ。今ちゃん。今ちゃんです。お久しぶりの今ちゃん。あー、お待たせいたしました。これね、2個取っていきたいなと。そうですね。はい、今ちゃん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 、攻めすぎたね。攻めすぎた。調子に乗ってもいいんだこれ。そうなんですよ、それが今ちゃんなんですよ。よもう200円でゲット。え、やばっ。カロリーのね、天才かもしれない。うわ、これ一袋あたりカロリーいくらだと思いますか。120とかですか。220っす。高っ。3袋入ってます。OK、もう一回行きましょう。もう一回行きましょう。じゃあこれ、ジャール、うどんですかい、そばですかい。じゃあこれも取っちゃいます。はい、逆に。ああ、でもこういうことか。ういー、それじゃん。キャッチザスカイ。あの虹を渡って。難しいな。おお、ねえ、すごいよ内藤さん。今日みんな冴えてるよ。冴えてる。いいよ、いいよ。狙い通りじゃん。いいこと。めっちゃうまいじゃん。ああ、滑らない。そば一緒だもんな。いやいやいや、え、はい、よいしょ。はい、怒られる。うまいる。うまいけど確かに。ジャルだけにマイルね。じゃあパンダさんのパクル。そう、それもそうだけど。ジャルだけに。マイルが溜まるからね。それやそれ。気づいてないじゃない。20でかかった。ちょっと待って、ちょっと待って。絶対ない。危ない危ない危ない。危ない危ない。ということで、はい。ルーティンが3つ取りました。よし、じゃあ次行きましょう。はい。まあでも今ちゃんだから。大丈夫、あそこの角に引っかかってくれます。今ちゃんが。いい感じに斜めになった。渋谷さんならこの回取ってくれるはずです。渋谷さん。渋谷さん。塩バター味、こちらも1袋222キロカロリー。高い高いよ。ちょっとこの辺で、はい、向こうチーム見て食べに行きましょうか。そうしましょう。はい、今話題三日月カレー、美味しいよ。セール中です。満月いるな。カレーが今回の肝になってくると思うんですよね。まあ、そうだね。はい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 、違います。あー、しょげちゃった。次からは自宅待機で大丈夫だな。おっくんの真似でした。いいとこ。めっちゃいい、めっちゃいい。三日月カレーゲットです。よし。うわ、ちょっと、あー、映り込んできたな。あー。何もないです。何もないんかい。ないんかい。どうですか。結構取れていい感じ。一回食べに行きますか。特にタリガがこの2週間の間、めちゃくちゃ小食になったらしくて、はい、磨きがかかっております。あれ回転寿司何皿でお腹いっぱいになったんですか。5皿で。すごいよ。ちょっとじゃあ食べに行きますか。いや、そうだね、はい、ご飯だけど、カレー取ったの。じゃあご飯、じゃあこれ、よし、よーっ。ナイス。じゃあこれで食べに行きますか。食べに行きましょう。はい、7つ星ゲットです。ということで食べていきましょうか。はい、まずじゃあカップラーメンも、うん、お湯入れてるんで。あ、なるほど、はい、まず僕たちこちらカップヌードル167キロカロリー。あら、意外と、はい、これ行きたい人。はい、続いてカレーヌードル。なるほど。207キロカロリー。行きたい人。はい、こちらカップヌードルの通常ですね、うん、163キロカロリー。ケッケー食べますか。はい、OK です。はい、そっちも麺系あったよね、多分。はい、ございます。ジャルのそばですかい、157。うん、で、続いてはちゃんぽんですかい、こちら172です、うん、で、うどんですね、168。あ、そうなんだ、意外に。ミニのカップ麺が6個です、全部6個。なるほど。じゃあそれを分けていきますか。はい、そうだね。誰が2位かかって、
いやでも、そんな大食いのプロなんていませんから。いないね、大食いできる人ね。大食いってついてる人いないですよ。いないよ。あ、僕今消しましたね。変えた、大食いを。いや、僕2個いきましょう。ありがとうございます。じゃあいただきますか。はい、いただきます。うまい。うまいわ、これ。カップラーメンで150とか、ミニでももっとあると思ってた。1万キロカロリーやった時に1人、意外とラーメンってカロリー低いなと思ったんですよね。あー、そうなんだ。完食。あらま、これも完食しました。あー、ありがとうございます。え、ギブごちそうさまでーす。はい、どうしたの、奥くん。かまぼこが飛行機の柄になってるんですよ。うどんでスカイのスカイはスカイってこと、ジャルなんですよ。はい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 、そうですよ。三回言ってるよ。いや、これはマイルね。お、出た。おお、さっきもやってましたということで、うどんでスカイとちゃんぽんでスカイ完食です。あ、ありがとう。じゃあそばでスカイ完食でーす。じゃあ今の6個食べて、はい、合計1034カロリーです。いけますね。じゃあそっちチームで温めたやつありましたよね。はい、はい、ございます。これがセットだ。はい、じゃあカロリーいいですか、発表して、はい、三日月カレーが250、佐藤のご飯がですね、うん、290。すごい、合計で540カロリー。ほうほうほう。誰がいきますか、これ。ここは行かせてください。え、後ろの席のかぶってるな。あの、先に見せときたいって。じゃあタイガってお願いしますか。ですか。それからビリヤニでーす。よっしゃ。こっちがドライカレー。ドライカレーでカロリーが283。ドライカロリーえぐい。ドライカロリードライカロリーは361キロカロリ ー, ー, す, ごー、すごい。誰が行きますか。はいはい。お、行ってくれる。お、マジで。後輩3人で行きます。じゃあせっかく後輩たち後ろで食べるんで、はい、前で2人なんか食べますか。ちょっと雑談してるわ。恋話してる。おいしそうなお菓子あるんで、あ、あそれ言っていいですか。こちら鶏皮唐揚げヘベス風味、171キロカロリー。まあまあ、いいね。これがですね、他にも瀬戸内レモン味、柚子味、カレーとかに乗っけたりしても、ああいいね、美味しいんじゃないかなっていうことで、瀬戸内レモン味が、はい、129、柚子が130。じゃあ食べていきますか。ベリヤニ美味しい。三日月カレーめっちゃ美味しいです。トウモロコシ風味なんですけど、うん、グリーンカレーっぽいあの風味もあって、めっちゃ美味しいです。これ確かに色的にグリーンカレーだね。うわ、ドライカレーもちょうどいい。シビアどうですか。なんだっけそれが、瀬戸内レモン。うん、まあまあですね。正直でよろしい。鶏皮だ、ちゃんと。うん、柚子も食べてみる。うまいですね。トッピングで入れてもらってもいいですか。あ、あ、なんかすごい、そんな風に入れる。あの、米見えないっす。もう内藤さん完食ですか。完食でーす。俺もちょっといただいてもいいですか。うん。俺言われたらもうやってきたよ。完食でーす。横流しじゃん。ゆずも美味しいっすよ。これいっちゃおうかな。こちら223キロカロリー。これ3袋あります。いいね。で、塩バター味、こちらは1袋あたり222、これも3袋あります。はい、ゆず完食でーす。はい、これね、おつまみとして大人気商品になってるっぽいんですよね。こんな感じでピーナッツが主役になって、塩バター味です。この音聞いて、うまい。結構量入ってた。ただこれ、うわ、これやばいかもしれない。お腹に溜まる感じ。うん、三日月カレー完食しました。おー、いった。うん、これでストップで。おー、あれどっちだったら一周目よ。鶏皮どっさりのドライカレー完食でーす。おー、いった。これは製造過程の人たちがピーナッツに塩をかけて食べてたらしいんですよ。で、それが製品化されたっていう。あ、泣かないみたいな、泣かないみたいな。いいですね。あ、塩キャラメルはキャラメルポップコーンみたいな。うん、鶏皮どっさりビリヤニ完食でーす。おー、いった。いきます。223完食。いい空。出た。塩キャラメルも完食です。はい、いった。よいしょ、食べました。えい、はい、お願いしますか。いった、素晴らしい。じゃあ、いきますね。サシャとサバ缶のチップスです。よっしゃ。よう、こちらサバ缶チップスが160キロカロリー。これね、サシャがですね、1枚25キロカロリーなんですよ。はいはい、何枚入ってるか。よし、15、約15枚。約15、16だ。なんでちょっと下に見たの。あぶね。あぶね。16×25。400ですね。食い気味の400。違うかな。正確に計算した方がいい。お、すごい、400。じゃあ、これも開けますか。サバチ。ちゃんとサバ。いや、でもサシャ結構重いね。3枚が限界ですね。ね。3枚が限界。
サバチップス完食です。よっしゃ、よっしゃ、いくぜこのまま。こっちもラスト、カロリーといえばの食べ物です。なんだあれか。こちらカロリーメイト、頼むよ。2本で200キロカロリー、誰か1人が2本。なるほど、6本入りですか。6本入りです。600キロカロリー。うわ懐かしいこれ、はい、学生がよく食べるやつ。いただきます。いただきます。学生時代これ好きな人多かったよね。多かったっすよね。なんかこれ食べてるのかっこいいみたいな風情あったよ。俺の周りには誰一人おらんかった。何食べてたんですか、ヤンキーの人たち。リプトン、リプトン。それみんな一緒です。そうなんですよ。食べました完食です。うーん、完食ね。お、みんな完食、うん、はい、はい、完食です。よし、第1シーズン1はとりあえず食べ終わりまして、はい、カロリー発表しますか。はい、お願いします。すごいですよ。あ、意外とマジ合計、うん、5143。おー、いけるね。半分じゃないですか。やるじゃん。え、5143か、すごい、うん、いい感じですね。そうですね、うん、次でクリアしようか。しちゃいましょう、うん、じゃあちょっとこっからひよって、ひよらずいけますかね。めちゃくちゃひよってる。まあでもちょっと面白い商品取っていきましょうよ。はい、はい、任せてくれ。はい、じゃあ行きましょう。オーケー。こんにちは、クレーンゲームのお時間がやってまいりました。ニュースみたいにいかがお過ごしでしょうか皆さん。ということでですね、はい、こちらこれさ、料理する必要あるかな。茹でないといけないんじゃないですかね。一回やってみていい。取ってみましょう。今日食べれなかったら持って帰って。はい、調子乗ったね。いや、どこぐらいまで。おー、いきますね。半生麺だから茹でるか。ほぼプライベートですね、だからこれは。おー、よし、はい、ゲットしました。調理方法を見てますが、はい、3リットルのお湯が必要です。です。ダメです、ダメです。ちょっとね、今お湯ないんで、はい、持って帰ります。はい、プライベートうどんです。プライベートで、ね、セットからご処理させていただきます。お願いいたします。ありがとうございます。はい、ということで第2ラウンド戻ってまいりました。行きましょう。じゃあ、おっくん、はい、から挑戦で。これはレモスコカキカレーでございます。出た。これは完全に広島ですね。あ、そうや、はい、ほら、おー、いいかもしれない。めちゃくちゃいいんじゃないこれ。いけ。え、おい、やばい、これはもしかしたら角かもしれないですね。おー、やレモスコカキカレー取りました。僕らね、スタートダッシュ苦手かもしれないです、毎回。あれ、え、あ、1個目ってことね。そうそう、そうね、1個目、ごめんなさい、ちょっとごめんなさい。すみません。はい、何ですか。こちら、見つけました。2個目ラーメンコーナーレベル1。レベル1、これも3個入りですね。おー、いいですね。動くよ、動くよ。なるべくこれ、プレイでこう、体力を使ってお腹を減らすという作戦。なるほどね、筋トレしつつやれば。そうですね。ほら、変な人いる。目ぶれるなこれ。狙い定まらんな。いいね。俺もちょっと揚げ。ふくらはぎね。ふくらはぎ。寒い時もこの動きですよ。いいよね。ふくらはぎって第二の心臓って言われてますから。確かに。ここ温めることによって体、血液循環して。上手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 。はい、豚麺ゲット。はい。1個163キロカロリーです。ほうほう。まあ、カップヌードルと一緒ぐらいだね。そうですね。食べやすいし美味しいし。はい。いいでしょう。じゃあ次タイガッティいきましょう。はい。エブリデイのこれはオリジナル商品なんで取りやすいはずです。そう、しかもこれ見て、アームの先端ゴムがたっぷりついてる。うお、ほんとだ、ゴムがたっぷりよ。たっぷりって言います。あ、いいじゃん、うまいじゃん。ここ、おー、いいですね。ちょっともう出ちゃえば、あとは押し込めばって感じですね。いけ。おお、これもう発動しちゃっていいんじゃないですか。いいんですか。いいですよ、行かせていただきます。タイガープッシュ、俺の一押しです。おー、押すだけに。タイガープレッシュ。いいか。クレーンゲームカレー美味しいよ。勝者タイガー。レベル2なんですけど、はい、串カツがあったんですよ。これ美味しそう。揚げ物だしカロリーも高そう。そう、ちょっと変わった商品をね、攻めていきたいなと思いまして。どれぐらい動くか。レベル2なんでね。あ、あり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 ゃ。次無理だったらちょっと諦めます。はい、どうぞ。ちょっと保留にさせてください。すいません、すいません、礼正しい。見てください、こちらのクレーンゲームの商品です。こっちこっちこっち見て、ここ見てください。めちゃめちゃいいのがありました。ご覧ください。ドン。もったいないキャッチャーしか見えないんですよ。こちらですね。これ上に乗せる親子丼の具と、はいはいはい、こちら下のご飯も鶏五目。うわ、普通のよりも絶対カロリー高いと思うよ。確かに。よし、これいこう。やっぱりずらしていくしかない。なるほど、うまい。
あよし成功勝った勝負に結果では負けたけど内容はいい悔いのないようだった日本代表戦みたいな見つけましたねフレンチトーストこれ絶対かなり高いじゃんアームが揺れますねアームがアームが揺れるうわやっぱくそ自分に対してねそれは自分に対してですよね不甲斐なさ不甲斐なさ最高ですおおおお揺れて開かないミスミス危ないその揺れる外に揺れる外に外にくそったれさあここから多分ちょっと斜めになってる引っかかりが甘いか甘いなちょっと戻してもらう店員さんに戻してもらいましょうかおおねあちょっとラスト1回いらっしゃい、はい、そうですねもうこれ本当に取れなかったら引退ですはいクイッと後ろに行っちゃった映さないでもう映さないでちょっとこれ諦めろ次行きましょう、はい、これ取れるから僕やっちゃったよ僕ですかしかも成田さんいいですか俺にやらせてくれ頼む頼むよじゃあ成田さんお願いしますいいっすかがっつり掴んでくれたおっしゃすごいじゃん見たか俺が DJ ナイト AKA よりごまく通称だぞよかったよりごまくいきましたコツとしてはですねまああまり攻めすぎずに最後下で止めるバカ攻めた先生今攻めすぎずとか言ってて先生はい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 あるある探検隊あるある探検隊西川くん気絶してる押してみようかなてかちょっと押してみます押したワンチャンありますよはい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 あるある探検隊これね 100g あたり 480kcal って書いてありますはぁ結構高いと思いますよっしゃよし現場の岡山ですはいじゃがりこにチーズ味が新登場ということで25周年って書いてあるけどおおおこのパターンじゃないのおおいいね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 今日は調子いいよいいね調子いいねいきました2発来ましたオッケーいきましたよしはいじゃあ俺は安ごめあ安心米安ごめ安ごめおいいね一発ゲットいいね安ごめ安ごめゲットけけはいこれさ、はい、紐を引っ張って何が当たるか分かんないやつはいお菓子でかいのあるんですよこれゲットできたらだいぶカロリー稼げますからそれ狙ってくださいはいただ何が当たるかは分かんないんです何が当たるか分かんないですでもここで引くのが私ですからそうでしょはい見せつけてやりますお願いしますお、でかいやついった一番安全パイいや、これなんすよ一発これなんすよこれなんすよこれなんすよあれ、店員さんに言えばもらえます権威が落ちなかった場合はスタッフさんまで店員さんに言いますはいさあ、今奥君一発ゲット、タイガ一発ゲットその流れを壊したくない本当引退してるはずですからそうなんですだからこれ一発ゲットしたらもう戻してください、はい、レギュラー陣にわかりました引退させませんよよー、演目役じゃんカルダモン香るほうれん草カレーもう一つ言っとくかバターチキンおーいまあこれも結構ね、カロリー高いと思うんでバターチキンですだからこれも一つですよ、うん、食べて汚れた口を拭きましょうとこなんですよなるほどね、カロリーはカロリーは、まあ飲み込んだとしたら1キロカロリーぐらいです危ない危ないいやマジで、渋ジャパさん YouTube9 年目なんですからやりましょうか見せてくださいよ見せますよそれはミスちっちゃいとこちっちゃいとこ行ったんですけどやっぱり難しいんですけどそれなりに大きい景品取れると思うんですよはいなのでこれでかい景品なんでむずいやつ来るんじゃないかなってはい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 ケケ頼む了解です渋谷さんを手ぶらで帰らすわけにはいかないんでこれ取れなかったら諦めますか諦めましょうなんでこれ取ったんだ諦めましょう諦めましょうさあやってまいりました現場の福山ですコシヒカリというね新しい品種が出てきたということでカレーのルーを4つ取ってるんでそうだね結構取ってねそうお米4つぐらいは欲しいんですよねでもいいよよしおーいいねコシヒカリ玄米ゲットでーすマジこっちは普通の大麦入りですねよしはいさあ2種類ゲットでーすさあ西郷さんが挑戦するのはこちら佐藤のご飯いけーうまいデリシャス素晴らしい
結構な量取ってます。配膳の様子見てきます。ちょっと邪魔してこよう。プリン、これ取りやすくなりましたって書いて。お、ほんとだ。意外に攻めなくていいですね。下で攻めるですね。ちょっとこっちじゃないの、ね、うわ来た。うわびっくりしょ。今取って、あもうちょっとこっちだよな。ね、おおこれいけんな。うわまずい。やかましいおじさんたち来た。怖い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 。プリン好きなもんがおるけど。ああプリン。プリンが大好きな。一人全然入れない人いる。やっぱプリン関連は。プリン関連。取ってますか。俺たちはね結構いってるんで。じゃあ2回目もうこれで下手したら1万キロカロリーいいかもしれないかもしれないですね。行きましょう。はい、はい、プリンはじゃあ取らずに。はい、プリンは絶対取らないでください。ということでシーズン2です。開幕予定盛り上がってよ。いしょよいしょ。まだちょっと麺系伸びちゃうんでね。またでかいこちら豚麺の箱、これ3個入ってました。好きやね。はい、1つがですね163キロカロリー。3人誰が行きますか。はい、行きます。じゃあ後ろさんに行きますか。俺らも2個行きましょうか。任せてくれよ。こちらフレンチトーストケーキ。よいしょ。これなんてうまそうでしょ。うまそううまそう。これカロリーね高いと思うんですよ。これがね 100g あたり480って表記があって、これ開けて中をね見れば、え、わかんない。2000くらいじゃない。見積もりで、表記が曖昧なやつだ。見積もりで。パッケージにはですね 100g あたり480キロカロリーって書いてあるんですが、トータルのグラム数が分かんないんですよ。なんでもう480キロカロリーとしますか。これはもう絶対嘘ついてないですからね、はい、確かにね。あでもうまそう。うまい。ケーキバー美味しいです。高級な味するね。高級な味する。豚麺川柳書いてありました。猫舌で早く食べたいでも熱い。おーい、うん、あれ出した。それ書いてあったやつでしょ。ちょっといいですか、はい、大河から豚麺川柳。豚麺と共に過ごした幼稚園。おお、縁と面で、そういうこと。すごい。ないといいですか。豚麺ってかなり前からあったよね。何にもうまいこと言ってない。渋谷さんいいですか。いいですか。はい、お願いします。これ食べてから。考える時間取ってんだ。ハードル上がりますよ。最後にしますか、渋谷ちゃん。そうですね。オープン。あ、僕ですか。豚麺で仲良くなっ。だ俺らマイメン。うわマイメンだけど字余りどっちだ。よく言われる。いけ。豚麺はイケメンじゃないけど麺食いだ。うまいな。スリーメン。麺食いって麺を食べるってことも分かってるし。あ、それも含まれてます。ダブルメイニングで。ね、さあ皆さん。はい。豚麺と言われていたよ小学校。悲しくなるわ。今は周りが気遣って言ってないだけってことです。そういうことです。失礼を振り返るやつだ。豚麺完食しました。豚麺完食でーす。ケーキ内藤がね、あと1個残ってます。おすごい。僕食べましょうか。おいただきます。ちょっとスープがついちゃいました。はい、これはい。あ、ありがとうございます。ケーキが取ったやつ。ありがとうございます。これ、UFO キャッチャー取りました。あ、かわいい。それ何カロリーですか、ちなみに。飲み込んだら8キロカロリー。少な。頑張らないな。はい、フレンチトースト完食です。完食でーす。やだ400。豚麺完食です。はいはい。で、こっちチームがこれも取ったんですよ。うどん。ただこれは3リットルのお湯が必要だったんでちょっと準備はできなかったんですけど。カレーいきます。はい、行きましょう。はい、じゃあまず1つ目、はい、ほうれん草カレーと白米です。白米、はい、砂糖のご飯284、カレーが232キロカロリー。おー、いいね。足すと516キロカロリーです。いいですね。はい、続いてバターチキンカレーでー。うまそう。ご飯がですねこちら163、バターチキンカレーがですね241。おー、404キロカロリーですね。はい、ちょっとヘルシー。こちらがコシヒカリの玄米218キロカロリーで、クレーンゲーム食堂カレー158キロカロリー。おー、合わせて376キロカロリーですね。最後これスペシャルです。一番カロリー高いやつこちら。こちら鶏五目ご飯出た、はい、240キロカロリーで、レモスコ牡蠣カレー286キロカロリー。526キロカロリーです。オッケー、いいよ。あともう一人こちら。はい、大河くん何でしょうか。安米。安米です。違いますよ。これご飯だけで370キロカロリー。おーいいよ。高い。じゃんけんしますか。はい、はい、取ってきや、取ってきや、うぅー、あ、負けた。取ってきや、よっしゃ。青くん勝ち。いや、取ってきや、うわ。じゃあ青くんから。いいですよ。カキカレーいただきます。あら、キャッチ。じゃあバラチキンカレーいっちょ。うぇー、バラチキンいっちょって。ありがとう。いっちょって、いっちょって、いっちょって。いやなこれ。前もあったな。なん
か。待ってますからファンのみんなは。とってき屋に来たら何行きますか。とってき屋カレーで。おー、はい、KK は安心米いただきます。おお、僕がほうれん草。はい、いただきます。食べますか。いただきます。いただきます。ちゃんとほうれん草の色。うわっ、あいつめくちゃりだい。ちゃんとね、これ牡蠣が乗ってるんですよ。牡蠣いただきます。しかも五目ご飯なんだね、これは。そうなんですよ、うん、いただきます。うわー、おいしい。ちゃんと牡蠣だ。安心米めちゃくちゃ美味しいわ。炊き込みご飯ですね。ほうれん草カレーもね、これほうれん草の甘みが結構あって美味しいです。あれ一人食レポ。カレーはね、お腹いっぱいの時食べれます。そんなレビュー書いちゃったら嫌だな。いやー、でも結構腹に溜まってきた。これで、下手したらもう1万超えてる可能性あるね。あるある、全然ある。超えてないですね。あれ1万超えたら俺もう一度テンション高い。え、待ってことはまだ全然これだけなんですよ、現実見てるの。だからこんな元気なくなっちゃったの。だからこんな元気ないんだ。ちょっと怖くなってきた。はい、じゃあカレー完食です。おい、タイさんきつかった。食べますよ。いやー、きついですね。いや、全然食べますよ。一口も食ってないんじゃない。えぇ、ー、それはバカだね。すごい綺麗じゃんもんね。見えんこと、いいことにそのこと言うね。ほうれん草カレー完食です。よっしゃ。タイガのね、あ、まあ内藤とかも、あ、どうします。結局はあとくるぐらい。あ、もうないね。いや、めっちゃある。すっごい、まるまる残ってる。まるまる残ってないです。一口も食べてないですよ、まだ。一口も食べてないんだよ。カレーのしてくれ。全然残ってるじゃん。氷山の一角やん。ちょっとじゃあ、おっくんに手伝ってもらいましょう。はい、ありがとうございます。いただきます。持つべきものはおっくんですよ。ちょっと、いや、俺も食べましたよ。ちょっと胃袋狙いで持つべき友とか言われるの嫌だな。アッシーとか車目当て、お金目当て、うん、お腹目当て。え、いいですね、これ。いいですね。カロリー気になるな。はい、いた。完食。いいね。カレーで500。おい、おい、いたー。素晴らしい。米系全員完食です。さあ、じゃあ現時点でのカロリー、はい、タイが発表してもらっていいですか。はい、8304、残り1696。カレー3杯4杯。まあまあ、いけるいけるいける。まあ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 、まだ残ってますもんね、第2弾のやつ。残ってる。じゃがりこ2つこれですね、意外とあります、カロリー。こちらが299キロカロリー。おぉ、チーズ味が291キロカロリー。じゃあ、後ろで。ドライブ感あるなぁ。確かに。って軽いね、やっぱ、じゃがりこって。そうかな。日の持ち用ですかね。日の持ち用。2万でもよかったね。気の持ちよ。おい、ラストです。じゃがりこ完食ということで、残りは現在8,800。やばいよ。現在8,894カロリーなので、残りが1106。なるほど。よっしゃ、楽勝ですよ。じゃあ俺らチーム500で、そっち600ぐらい取っていきます。オッケーです。ラスト行きましょう。行きましょう。はい。はい、さあ、ということで第3回目ラストですね。これが多分これで終わらせよう。はい。なのでこっちだ。じゃじゃん。タイミングキャッチャー。これ一袋でかいんですよ。細かく取るよりもこれで一個ガツンと取ったらかなり稼げると思うんで。でも内藤さん、これめっちゃうまいんよ。そう、わかる。見せ場作ってもいいですか。はい。じゃあ内藤さん、お願いします。まっすぐになってる、このビスコとか取りやすい。こういう風にね。すごい。こういう風に撮るんだよ。うちの内藤さん。地元じゃ一番。じゃあこれカロリー発表しますか。はい。1個 43g ぐらい。あ、書いてありますよ。22。22×43。むずい。誰も計算できないよね、こんなの。もう、ほんと。800？ あ、うん？946ですね。946。いったよ。やば。やば。やばい。何してんすか。マジでクリアしようじゃん、これ。こちら。こちら。レベル1弾でこれやっていきたいと思います。はい。シーズン3。シーズン3をお送りさせていただきますが、意外にむずいな、これ。いいね。いいですね。完璧です。あれー。あれ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 。おお。今まで勝つてない攻めだったね。勝つてない攻めで。わ、すごい。これ次行くぞ。行くね。はい。おお、はい、こういうことですよね。はい。あ、結構重い。一
1個あたり62キロカロリーなんで、はあはあ、何個入ってるかっすね。18、90、620、620。もう僕たちこれでクリアですね。はい、あと向こうチームの、はい、結構カロリー高い。いいっすね。いいの取りましたよ。いいの取りました。さすがカロリーの分際で、あ、分際でカロリーの分際じゃないな。何それ、すごい悪口やん。カロリーの申し子とか言おうとしたらカロリーの分際でって意味わかんない。おもろいね君。カロリーの分際でクリームチーズしっとりはゲットです。ありがとうございます。いやでも俺的には、いやそう、タイガーがさっき言ってたんですよ、これ1台取って終わるようじゃ俺たの視聴者満足しないんじゃないですかと。これじゃ納得しません。違いますよ、取れ高の内藤さんですよ。行きましょう。出た。これ1個取って、はい、そしたら、あ、カロリーでやってるんじゃないんだって伝わる、はい、これがウイニングなんですよね。そう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 。いや、お二人が食べるんですよね。え、それは分からんよ。それは分からないじゃん。それは飛んで乗らないから。なんでその目で切るの。予定調和じゃダメだろ。そう、ぶっ壊せ。紫色、ラムレーズン。ラムレーズンか、やだな。大丈夫、食べないんだから。自分のためより誰かのため。それが俺の幸せだ。いけ。いきます。おお、おお、すごい。よっしゃ、よし。あー、ちょっと、よし、取れました。ありがとうございます。あ、俺の。ちなみにこちらはジャン、ハーゲンダッツのグリーンティー239キロカロリーです。これでフィニッシュですかね、僕らも。え、あのこっち食えてましたよね。そうで、入れちゃってる。この2人取ったから最後タイガも取ってフィニッシュ。全員取って終わろう。これは自分のためじゃない、誰かのため。いいよ、取りすぎ取りすぎ、やりすぎ。これだよ。やめてやめて、取れないんだ、2個。ということでシューアイス抹茶ゲットです。戻りましょうか。戻って最後食べましょう。ということでシーズン3です。ゲゲ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 、出ました。KK がちょっと忘れてました。じゃあこっちチームからいいですか。はい、はい、1個だけです僕たち。あー、助かるね。こちら神戸クリーミーチーズしっとりバー。あー、いいっすね。620。これコスパ良くないっすか。コスパいいけど、そんなコスパのいいもん取ってくると思わなかった。大変なことになってます。え、よくあるね。じゃあいいカロリーメイトっすね。いただきます。うん、うん、うまっ。すっごいしっとりする。うん、タルトのなんか下部みたいな。あ、確かに。はい、食べました。僕も完食しました、2本。はい、せーの。うん、来た、来よう。はい、完食。神戸クリーミーチーズしっとりば完食です。食べます。あれ？うーん、あれ？サプライズ。食べない。食べましょうか。お願いします。あ、それお願いします。これが本当に食べたね。無理やもん、無理ですから。ありがとうございます。そっか、ありがとうございます。これで620カロリー。うん、よっしゃ。それを足せますと、足せますと、9514。よっしゃ。残り486。いけるぞこれ、いけるぞ。さあ、じゃあそっちチーム。はい、このシューアイス66です。66キロカロリー。そうなんですよ。続きまして、はい、僕が取ったのはハーゲンダッツのグリーンティー。おいしいよ。239キロカロリーです。あ、結構ある。ここまで来て9819。おー、あと181キロカロリー。おっしゃしゃ、ぴったり出したいな。ぴったりくるぞこれ。181か。はい、食べちゃう。食べよう。食べたいですね。じゃんけんみたいな、すみません。確かに食べたい人います、逆に。かっこつけさせてよ。食べた手にしといて。練習で。嘘です。いきます。かっこつけさせてください。おー、かっこいい。かっこいい。じゃあ行きましょう。おー、先輩。前二人がここでついにあざます。新人切って言ってくれるんすよ、こういう時に頼れる先輩は。いただきます。なので次頑張ってね。そうですね。悪魔の笑顔してたよ。まあ、ラストシューアイス。おー、早い早い。一瞬です。ペロリです。うーん、内藤さんも一瞬ですね。一瞬。早い、もう食っちゃうよ。もうないわ。ペロリ。もう一口じゃん。もうないない。ハーゲンダッツ完食です。ありがとうございます。プレッシャー。プレッシャー。変わるな。あとなんだっけ、何カロリー。あと181です。下手したらうまい棒とかでもいきそうだけどね。確かに。はい。最後。おお。うーん。もう目前ですね、ゴールテープ。しゃあ。今。はい。9819です。9819。よし、あとちょっと。残り181キロカロリー。最後発表いたします。お願いします。はい、計算できる男内藤でしたから。
振りでどうするのボケて振りで噛んでしっかり振ってくれよ。はい、行きます。はい、最後、はい、みんなでクリアしましょう。こちら、じゃじゃーん、ビスコ946キロカロリーです。バカじゃん。しかも今までで一番高いじゃん。何個入ってんだこれ。一個ずつ配ってく。いいよ。おーない、一人の補量多いよ。一人一人四つ食べましょう。待って、何個ですか。いや、俺責任感じて6個食いますよ。いや、でもこれね、視聴者のみんな喜んでると思う。こんなにやっぱ体張るんだって。YouTuber 魂、これが一筋縄では終われない。背中見てますよ。さすが引っ張ってくよ、 YouTube 界。香り、吸ったらちょっとお腹すく気がします、なんか。やばいモード入ってる。やばいな。はい、4袋完食です。うわ、早い。さあ、先陣切った。続くしかない。すごい。でもジャケット乗ってるだけありますね、渋谷さん。まあ、これな、渋谷さんの子供の頃。あ、はい、これが渋谷ジャパンの幼少期。食べようか。一個お願いしていいですか。いいよ。ありがとうございます。はい、開幕。あ、僕、内藤のやつ、いける。まだ3袋余ってんだよ。僕は全然困ってる。内藤さんがどう考えるかです、この事態を。どう映りたいか、ね、どう見えたいか。いや、でも、おっくん相当食べてきてくれてるから、ここでやっぱ、背中見せたい。俺は経験はラストで。おー、すごい。内藤さん、お先行きます。ありがとう。ラスト。おー、ラスト。ありがとうございます。素晴らしい。よっしゃ、ラスト行きます。ラスト2個、リコー同時食い、はい、せーの、完食。よっしゃ、もうこれは1万も超えてますね。超えてます、余裕で。1万1000近くいってるんじゃないでしょうか。以上です。よっしゃ、クリア。帰りましょう。ちなみに合計はですね、はい、1765です。よっしゃ、4時間半ぐらいで終わりました。うわということで、頑張ったと思ったら高評価、チャンネル登録お願いします。お願いします。皆さんもぜひカロリー使ってください。高評価を保つのに確かにカロリーいるよね、あれ。もし、どうしようかなと悩んでるのが、うん、クレーンゲームでぬいぐるみ100個取るまで帰れませんっていう企画を考えてるんです。それやる前に1万キロカロリーぐらい食わないから痩せちゃうわ。やるかもです。まあ、いろいろね、これクレーンゲーム企画もあるんで、ぜひチェックしてみてください。はい、チェックアウト。